先生お願いします。いいですか。はい、はい。皆さんこんにちは。日本共産党京都6国政委員長の上条良一です。今国会では共謀罪の法案が衆議院で強行採決をされるということになりました。で、国会の審議を通じてこの法案の問題点が次々に明らかになってきています。例えば心の中を処罰する、そういう違憲立法であるという問題です。共産党がこの問題で、桜花見に行った時に、その花見に来た人が犯罪の下見で来たのか、それとも花見なのか、どうやって見分けるのかということを聞きますと、神田法務大臣は弁当やビールを持ってきたら、これは花見だと。しかし双眼鏡とか、地図を持ってきたらこれは犯罪の下見だというふうに答えました。しかし皆さん今地図であればスマートフォンで誰でも見ることができます。またバードウォッチングで双眼鏡を持ってきたらどうなるのか、結局何を持ってきたかということでは犯罪の下見かどうかはわからない。その犯罪の下見で来ているかどうか調べようと思ったら電話を盗聴するとかメール、LINE を盗み見る、こういうことをしなければわからないということになります。共謀罪が通ってしまえばそういう監視が大きく広がる危険性があります。だからこそ法律の専門家の学者の皆さんや弁護士の皆さん、またジャーナリストの皆さんなどがこの法案にも反対の声を上げている。参議院で共謀罪の法案廃案に追い込むためにご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。